ここの、あの、家督の中、印象、特徴なところってなんかある？好きな。グッドバイブス。ちゃんとカメラ見て。グッドバイブス。グッドバイブス。グッドバイブス。何が好き？その、例えば他の場所に比べたらとか。故郷みたいな。ん？何？故郷みたいな感じです。国境。故郷って何？ふるさと？ふるさとのような。そうなの？あ、そうだね、ふるさとだね。あ、子供が初めてサーフィンした場所だね。あ、そうだね、パドルしてね。あ、本当？思い出の場所だね。子供ってどの子供が？この子が。あ、本当？うん、砂、唯一のビーチだからね。立てたの？立てた、サーフィン、まあ、軽くパドルだけどね。やったね、やったわ、ここでも。あ、やったね。やった、立った。あ、本当？うん、子供立ったわ。すごいね。うん。じゃあもう、プロサーファーじゃない、未来。そうですね。なってほしいです。かなめちゃんは、その、ここなんか特徴好きなところってある？あ、山と海のバランスが好き。うん。うん。そっかそっか。あの、この景色。波乗った時の真正面にこんな山がバーンってあるから、その、なんていうの、それのロケーションか、ロケーションが最高。初めてですか？初めてですよ、初めて来ました。どんな印象ですか、家督は？海に入ったんですけど、水がすごい気持ちよくて美味しくて清められました。最高です。なんていうか、光ってるっていうか、世界が、海の世界が光ってるように見えて、ほんであの奥に岩場があって、こっちがすごい高い山になってるもんで、本当になんかもう守られた神聖な場所だなと思って。はいはい。それで水が美味しかったです。ああ、海の水ですか、川の水ですか？海の水。海の水、うん、でもやっぱ怪我しちゃいけない場所の一つ、ね。山北さんはここ家督はどんな印象ですか？印象、うん、おー、すごい広々してるよね。広い、幅が大きい。あとやっぱりなんだろうな、本当迫力があるよね、やっぱりね、この岩の感じとか海の感じとかね、大好きです僕も。うん、気持ちがなんか
大きくなるね。ああ。僕は日本の中はあちこち行ったけど、まあいいとこあるけど、大体なんかあるね。テトラポットとか少しある。僕は何もないね。そこがすごいと思う。何作ってるの？お家と、なんか水が来ないよ、ね、うん、こんな感じだった。あるじゃねーか、ちょっとしかねーじゃねーか、あるじゃねーか。あっちにして練習できるけど、ここしかない、ね、唯一のね、ずっと昔の人たちが見てる景色をずっと子供が見続けられるって、もう本当ここしかないから、それは別にそれは、ね、ここで生まれたとか関係なくて、ね、本当もうここのこと好きな人はもう、ね、たくさんいるから、だからもう本当にもうここがなくなるとか思うだけでも本当にもうなんかこう胸が苦しくなる。どうにかこうやって子供たちが楽しく、ね、うん、私も子供初めてボディーボードしたのがここなので、でこの子たちも初めて波乗りしたのがここだから、やっぱりこの子たちの子供も、この場所で最初に波乗りして欲しいな、そうやって次にずっとつなげていけたら。